皆さんこんにちは、大地です。今日はね、コーチング心理学セミナー、月に1回のねオンラインセミナーをやってたんですけど、まあ毎月いろんなテーマでこう講義をやりながら、で3ヶ月に1回ね、まあ、それまでの講義で伝えたね理論とか技法を踏まえて、まあ僕が実際にどんなセッションやってるかをね、具体例で解説したりとかね、それからあと会場の人の、悩みとかにね答えたりとかっていうような、プログラムがあって、今日はそれやってたんですけど、会場の人からのねなんかその悩み相談でね、一個キャーと思うのがあって、で思わず感情的になって、まあ泣きながら泣きながらコメントしてたんですけど、まず何かっていうとね、ここのところ自分が価値がある人だと思えないことで悩んでいますっていうね、まあ短いけどそういうコメントで、いやそういうことあるよね。僕自身も何度も人生の中で自分に価値があると思えなかったっていう時があるし、なんなら今だってね、自分は価値がないんじゃないかっていうのの証拠探しをしてったら、いやこんなことを誰にでもできるよねとかね、自分がやってきたことなんて大したことじゃないよねって言えちゃう。で人間ってだからどこまで頑張れててもやっぱりそういうふうにね、自分は価値がないんじゃないかって思っちゃうような瞬間ってあるんだよね。でどんな時に思うんだろうね。まあもちろん、ね、なんか自分がね良かれと思ってやったことっていうのがね、でなんかうまくいかなかったとか、場合によってはね、なんか人に迷惑かけたとかっていうことがあったらね、それまでどんなに頑張ってきててもそう思うのかもしれないしね。でまあなんかすごく頑張って積み上げてきたものみたいなものがね、なんか崩れちゃったりとかね、でした時にもね、なんかそんな風に価値がないんじゃないかと思うかもしれないしね。でやっぱりね、一生懸命頑張ってれば頑張ってるほどね、でもやっぱり人と比べちゃったらね、なんか あそっか、こんだけ頑張ってもこんなもんかって価値がないんじゃないかなと思っちゃうこともあるしね。でまあなんかそんなこといろいろあると思うんだけど、でもさね、いやこう信じてるのよ。どんな人でもね、その人が生きてるだけで、そこにいてくれてるだけで、でありがとうありがたいって思ってる人がいたりとかね、何かしてくれることに対してありがたいな、この人言ってくれてよかったなって思う人がいるんじゃないかなってことなんですよ。で誰かの勇気になってる、誰かの希望になってる、誰かの助けになってる、誰かに貢献してる、それは誰でもがしてるんじゃないか、生きてるだけでって、でそこを見たいんだよね。で本人が見れなくなっちゃうことはこっちは重々承知で、でだからこそなんかそこを一緒に見るっていうことをやりたいと思ってる人間がいるっていうことを、まあ、知ってもらうとか、それを実践するっていうことが大切だと思って、まあ、こういう仕事をしてるわけなんだけど、でだしさ、まあ実際にねその人の相談に乗るとしたらさね、まずここのところだよね。だからここのところね、まあ人によって生まれた時から価値がないと思ってるっていうかもしれないけど、でも生まれた時は価値があるもないもないからね、人間はね。でまあその時にやれることやりたいことやってるっていうことだしね、一生懸命生きてるし、まあ特に小さい子供なんか一人で生きていけないから誰かは助けてくれてるね。でそういうのの中で一生懸命生きてるんだよね。でどっかで誰かと比べたりとか、なんか自分の基準に比較してとか、未来を悲観的に予測して、で自分には価値がないんじゃないかとかって思い始めちゃう。で自分に価値がないんじゃないかと思っちゃうのも別に悪いことじゃなくて、それはなんか価値があると思わない方がなんかの問題を回避できるとか、傷つかなくて済むとかさ、っていう目的がやっぱりあるんだよね。だからどっかのタイミングから価値がないんじゃないかと思うようになっちゃう。でも価値がないと思うと、やっぱりそういう自分がなんで生きてるんだろうってなると苦しいよね。だから苦しんでる。 でもさ、なんか我々コーチカウンセラーはそこにやっぱり寄り添ってね、でなんかが苦しかったんだね、なんだろうだし、何が苦しいんだろうだしね、で何に絶望したんだろうだし、やっぱりそういうことをとにかく語ってもらって、はそうかって、そういうふうに頑張ってきたのにそんな体験があって、それは苦しかったよねっていうことなんだよね。みんな自分なりに頑張ってると思ってかね、こっちはね。でだからまあそのことに寄り添った上で、でも、ね、悩んでますっていう自分って何なんだろうね。でなんかそのことに悩んでるっていうのは、本当はなんか価値がないわけでもないし、そんなことをしててもしょうがないし、他の可能性があるんだと思ってる自分もいるんだってことなんだよね。でもまずさ、最初にはさ、その価値がないと思って苦しんでる自分が口を聞いて、でしっかり話聞いてもらった時に、
なんだろうね、悩んでるって、その自分はどこを見てんだろうって話になったら、いや、こんなこと考えててもしょうがないしって、そうだよね、でもそう思うってことはそれ以外の事実があるってことだもんねっていうことで、なんか自分が頑張ってきたこととかやれたこととかをまた語ってもらいたい。で、やっぱり自分のね、頑張ってきたことを自分でねぎらったりとか受け入れられたりとかさ、でそれが誰かと比べてすごく華々しい結果が出てなかったとしても、そんなこととは関係なく私も頑張ったとか私なりにやったんだってやっぱり言える自分が自分の中にいたらいいよね、本当にね。だからなんかその自分を育てていくことを手伝いたいなっていう感じなんですよね。でその上でさ、やっぱりそれができたらさ、周りの人だってさ、その人の素晴らしいとこ知ってる人いっぱいいるわけで、なんかあなたにこんないいとこがあるよって言ってくれる人がいるとか言いたがってる人がいるとしたら誰だろうっていう問いにさ、一緒に答えてみるとか、その答えを探してみるっていうのも大切なことで、その人だったら何て言ってくれるだろう。会ったことない人でもさ、なんかあなたが一生懸命生きてるっていうこととかね、やってきたことを知ったら励みになるとか、自分も頑張ろうと思うとかね、一緒に頑張っていきたいっていう人いるんだよね。何十億人もいるんだからで、まあなんかそういう世界観でね、ゆっくり一緒にワークしていけたらいいし、で時間かかってもいいじゃん、そういうこと考えるのって、時間かけて考えて、で半年とか1年とか場合によってはもっととかの先に向かってね、少しでもなんか自分のこと好きになれたりや、ね、なんかやれるんだ、 やっぱり自分がやってることには意味があると思えるようなねことが、あの一緒にねやっていけたらいいなと、まあそういう気持ちで、まあコーチカウンセラーとかやってんだけどね、なんかそこが刺激されたのか、えらい熱く語ってしまってね、それに飽き足らずに、ビデオでも熱く語ってしまったということでございます。だからあのもし自分に価値がないと思うようなことがあったとしても大丈夫、そういう気持ちになる日は誰にでもあるんじゃないかな。でだけどそのことの中にもなんかね、自分の大切な思いがあるし、でそれをなんか抱きしめた時に他の自分、価値を、自分の価値を知ってる自分も出てくるんじゃないかなというお話でした。今日はここまで。それではまた。バイバイ。